皆さんこんにちは、メイクアップアーティストの兵藤聖理です。今回はスポンジやパフ、そしてブラシのお手入れ方法についてお話ししていきたいと思います。一番初めはスポンジ、パフ、あとはアイシャドウのチップをやっていきたいと思います。このお手入れの時に使うのはこちらの資生堂のですねスポンジクリーナーを使っていきます。これは私もずっと学生の時からメイクさんになってからもずっとずっと愛用しているものです。ではまず皆さん王道のこのスポンジからやっていきますね。スポンジの洗う頻度っていうのはできれば毎日で、ちょっと難しいっていう方は例えばここ1面使って1日目2日目、裏返して3日目4日目で、だいたい4日ぐらい頑張れば使えるかな。でも同じ面を何回も使ったりするのはやっぱり衛生的にあんまり良くないので、できるだけ洗うことを習慣にしましょう。まずこの資生堂のスポンジクリーナーですね、どんなものに使う時も濡らさずに乾いている状態のところにだいたい10円玉ぐらい出します。で、汚れているところにたっぷり出して、汚れている部分を上からねもみもみします。汚れをねクリーナーと一緒にもみながら押し出すような感じですかね。こんな感じでもみもみします。で、揉んでる間にここら辺とか汚れが取れてきてると思うんですけど、で、これでもうつけ置きみたいなものとかはせずにこのままお湯で流していきます。はい。で、流す時も汚れを押し出すような感じで流していきます。表面にクリーナーが残らないようにしっかりと洗い流します。このような感じで結構汚れが取れていますね。そしたらしっかりねギュッと絞って、とりあえず横に置いておきましょう。そしたらですね、このパフも同じ要領で洗っていきます。クリーナーを出してもみもみ洗います。手荒れが心配な方とかはゴム手袋とかするといいです。お皿洗いした後のような乾燥したような感じにはなりやすいので、まあ、手袋ね心配な方はしてください。で、汚れがあんまり落ちない場合は私は一回洗って流してもう一回クリーナーをつけて洗ったりします。でも基本的に使ってからあまり時間が経ってないものはかなり落ちるので、落ちない場合っていうのはすごい顔料が強いものを使った後ですとか、全然洗ってなかった1ヶ月洗ってないパフとかは1回じゃなかなか汚れが落ちきらないので、できるだけ洗ってください。パフも3日に1回とか最長で1週間に1回とか洗った方がいいと思います。私はちなみにあの仕事柄使ったら毎日洗ってます。ほら、めっちゃ綺麗になってますね。はい、で、しっかりある程度絞っておきます。そしてチップ、こういうものも、これはもう10円玉ほどね面積がないので、ちょんちょんとクリーナーを垂らしてここもみ洗いします。これチップとかってあんまり強くググってやるとここがスポンって外れちゃったりするので、程よく。で、もし使ったらすぐ洗うっていう場合で、そんな汚れてない時っていうのはこういうハンドソープとかでも十分汚れは落ちます。で、洗い流します。で、チップもギュッとして水分を押し出しておきます。そうしましたら次はブラシ類を洗っていきます。ブラシっていうのは基本的にねリキッドとかコンシーラーとか液状のものを使ってない、チークとかアイシャドウとか皆さんが結構一般的にブラシを使うようなアイテムであればですね、ティッシュとかでその日ついた粉とかをこう払うだけで十分衛生面はある程度キープはできます。まあ、でもですね、どうしても汚れてしまった時ですとか、だいたい動物性の毛っていうのは表面に油分があって、それが取れてしまうと劣化につながってしまって結構デリケートで傷みやすいので、月に1回ぐらいがだいたい推奨されている頻度かなと思います、どこのメーカーも。逆にですね、化学繊維を使ったような毛っていうのはジャブジャブ洗ってもそこまで劣化が激しくないので、気になる方は1週間に1回とか10日に1回とか、こういう風に水洗いとかするといいと思うんですけど、基本的には毎日使い終わった後必ずティッシュで全てオフ
するだけで、まあ、ある程度の状態はキープできるかなと思います。そうしましたらまずブラシを水洗いしていきたいと思うんですけれども、私はですねブラシのクレンザーを使っています。今使っているのはこのメイクアップフォーエバーのものなんですけれども、例えばティッシュとかに少し含ませてそれでこう拭くだけでかなり汚れがねこんな感じで取れるんですよ。なのでこれをねすごくよく使っていて、これね私がよくブラシを洗う時に使うんだけど、ペットボトルを3分の1とか半分ぐらいに切ったものですね、使い捨てで汚れても大丈夫なコップとしてこれはよく使ってます。で例えばこれをちょっと毛をジャブジャブできるぐらいまで出してこんな感じでね洗っています。汚れがすごく出てくるんですよ。こんな感じで結構シャバシャバと洗ってます。このメイクアップフォーエバーのクリーナーはアルコールフリーなので自然毛にも使える、傷みにくいようなもので、これはもうそのまんまキッチンペーパーでこんな感じで拭き取って、あとは乾かすだけで大丈夫。乾かし方は後でご説明します。それでですね、もしこのような専門のブラシのクレンザーがないっていう方の場合はですね、固形石鹸で代用できます。まずさっきのこのペットボトルのところにぬるま湯を入れてちょっと筆をね濡らします。こんな感じ でその時にあんまり金具よりこの上の部分までジャブジャブ水でやってしまうと、この中の毛の接着面みたいなのが取れやすくなってしまうので、できれば毛の部分だけを常に濡らすようにします。濡らしたらですね、このようなもうすぐなくなるみたいな固形石鹸でいいので、こういうものでこんな感じで洗うとほら結構汚れが出てくると思うんですね。でこんな感じで洗ってで汚れが出てきたらこんな感じでちょっと揉み出すようにして洗います。ここにぬるま湯をためてシャプシャプシャプっとこんな感じで洗い流していきます。で、まあ、お湯が汚れたらですねもう一回取り替えて、かなり汚れが取れて綺麗な状態になりました。ちょっとだけ押すようにしてキュッキュッと絞ってでタオルで水気を切るのですが、それはちょっと後ほどやりたいと思います。でですね、このようなリキッドファンデーションとかをのせるようなブラシっていうのは先ほどのですねこういう石鹸だとうまく落ちない場合があります。やっぱりリキッドファンデーションは結構油分がかなり含まれているので、クレンザーがあればねもう何でも落ちるので一番早いですけど、それがないっていう場合はぬるま湯の湯量200に対して中性洗剤1とね入れて、そこで汚れを落とすと、リキッドファンデーションとかコンシーラーっていうのは油分の量が結構多かったりするので、油汚れが落ちる台所用洗剤みたいなものは結構汚れが落ちるんですね。リキッドとかの場合は汚れが奥まで入ってることがあるので、私はこんな感じで手のひらのところでくるくるくるって出しながら揉み出すような感じで洗い流してます。こんな感じで洗い終わったらちょっとキュッと軽くね絞ってでかけておきます。そしたらですねこれらを乾かしていきたいと思います。使うのはこちらのタオルです。でタオルを広げます。これ広げるとねこういう大きさになるやつなんですけど、今日は少ないのでこのような感じで広げます。そしたらこんな感じちょっとくるくるくるっとして、ここが高くなってる、こういう段差ができてます。このように段差を作ってここにブラシを置きます。ブラシをここに乗せる前ですね、キッチンペーパーとかでちょっとギュッとある程度軽くでいいので水気を取ってから置くと乾きが早くなります。チップなどはどこでもここでもここでもいいんですけど、スポンジとかもですね段差がある方が空気に触れる面が多くなるので、こういうところに置いて、持ち手のついているパフに関しては洗濯バサミとかに干してあげると結構乾きが早いです。今日はここに干しますね。このような感じで段差を作る意味っていうのはですね、このようにペタッと置いてしまうとここの毛の平らな部分についてるところが潰れてしまうんですよね。なのでチークブラシとかフェイスブラシとか特にこの丸みっていうのがすごく大事でいい仕事をしてくれると思うので、そこをベタって平らなところで潰さないようにこのような感じで置くっていうのがすごい大事です。私の場合は例えば夕方頃洗ったとしたら寝る前にはもちろん乾いてないんですけど、ちょっとたまにね気づいたら
たらひっくり返したりしてあげると形がどっちかが潰れてどっちかがふんわりになってるっていうことがないです。形もこんな感じで手で整えると乾いた時に形も綺麗なまんま保てるので、わさってなったまんま、こんな風に毛が広がったまんまっていうのではなくって、本来の姿を想像しながら毛をね整えてあげるといいです。そしてですね、先ほどお伝えし忘れてしまったんですけど、このようなですねリップブラシに関してどうするのっていうことなんですけど、これはですねバセリンを使っていきます。バセリンをですねリップブラシの裏で取って、でここにのせます。手でやるのが嫌な方はキッチンペーパーの上とかでもいいんですけど、でこのバセリンでこう汚れを含ませながら取るようにしていくと、バセリンがピンクに色づいてくるんですよ。このリップの毛の中のね汚れが取れてきて、リップブラシに関しては油分が失われてしまうとパサって広がってしまったり、リップが綺麗に乗らなくなってしまうので、なのでバセリンみたいな油分系のもので合わせて混ぜ混ぜしながらやってあげると中の汚れが結構取れます。取れたらここでティッシュでクッと形をね整えながらバセリンを拭き取ると結構ここに汚れがついていたと思います。見た目だとね全然汚れてるように見えないんだけど、中から結構汚れて出てくるので、リップはもうこれで油分コーティングもバセリンでされてるのでもうこれで大丈夫です。でできるだけブラシは直射日光が当たらないところに置くこと、風通しのいいところに置くっていうのがポイントです。間違ってもドライヤーとかで早く乾かそうとしてしまうとかなり毛が傷んでしまうので気をつけてください。 Amazon とかではブラシをねこういう風に逆さに吊るすようなアイテムが売ってるんですよ。私今、ね、どこか行ってしまったんですけれども、一応概要欄に貼っておくので、そういうものにどんどんスポスポ洗ったものをはめて乾かすっていうのもいいと思います。やっぱり立てて乾かしてしまうと毛がこんな感じでどんどん開いて乾いてしまうので、それだったらまだこんな感じで毛の先端が下向きになるように乾かすといいです。ということで本日も見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。